いつも動画をご覧いただきありがとうございます。トレーナーの土屋綾子です。今回はですね、防災グッズ、各家庭にあります？あなた持ってますか？防災グッズ、避難するときに必要なリュックとかですね、そこの、そのリュックバッグに入れておくと便利だよっていうアイテムをご紹介したいと思います。それはこちらですね、テニスボールです。このテニスボール、これを、防災アイテム、合ってる？防災アイテムで、防災グッズのうちの一つとして入れておいてください。で、これ何に使うかって言ったら、もちろん遊ぶためとかじゃないです、ね、子供とかキャッチボールとか始めるかもしれないですけど、これ何かって言ったら、災害が起きて避難所に行きます。避難所に行った時に どういうその避難所ってどういう環境だかはそれぞれだと思うんですけど、長期的な滞在とかになった時、まあ長期じゃなくても短期でも体に不調出てきますよね。肩こり、腰痛、もしくは首のこりとかで、そういうふうに自分の体が凝ってきた時に、誰かマッサージしてって言える状況じゃないと思うんですね。だけどこう冷たい床に座りっぱなしになってたりとか、楽な姿勢取れなかったりとかってすると思うので、そんな時に自分で自分のことを、ケアするのにすごくもってこいのアイテムなんですね。で、 手でこう、ね、マッサージしたりとか叩いたりとかっていうのもいいとは思うんですけど、テニスボールがあると自分の体の背面部分もほぐせるんですよ。仰向けになってボール敷いたりすると、肩甲骨内側から背中から腰からもも裏、お尻、ふくらはぎ、まあ、足裏とかも全部これでケアできます。で、テニスボールだと当てると人の体にはちょっと若干硬いので、痛い方はタオルにくるんで、下に敷いたりとか、こういうふうにケアすると当たりがソフトになるので、そんなに痛くないです。で、高いものではないので気軽に手に入ると思いますし、で、大きくないですからね。防災グッズのアイテムの中に入れとくと本当に便利になると思います。で、こう災害にね、遭われた地域、避難所で過ごされている方のこうインタビューとかをこう見ると、もう体がすごい凝ってきたからお家に帰りたいっていう発言とかされていて、それを見た時にこれ一個あれば自分のことケアできるのにってすごく思ったんですね。なので避難所がね、体育館のところとかは体育倉庫にこういうのとかないのかなって、テニスボールあったらそれちょっと配布してね、コロコロマッサージとかしてあげるとまた違うんじゃないかななんてちょっと自分なりに思ったりしたんですけど、なかなかテニスボールを防災グッズにのアイテムのうちの一つとして入れとくなんて発想ないのかなと思って、今回こういうふうにちょっと動画でアップしてお伝えしようかなと思いました。なので、共感してくださった方はね、この動画シェアしてくださるのも嬉しいですし、動画シェアしなくてもテニスボールあるとアイテムに入れるとすごいいいらしいよってことをね、ピャーッと皆さんにね、お知らせしていただきたいなと思います。で、テニスボールを使ったそのケア方法っていうのは土屋綾子のチャンネルで、こう随時上げていきますので、それ見ながらケアしてもらえたらと思います。ぜひともこれ、テニスボール入れといてください。以上です。